受験生の皆さん、こんにちは。私は昭和女子大学グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科で教員をやっております前田と言います。今日はですね、体験授業をオンラインで、まあ、オンデマンドで提供しようと思いまして、この動画を用意しました。例年ですと皆さんにオープンキャンパスに来ていただいて、実際に、講義が行われる教室で、体験授業を受けていただくことが可能なわけですけれども、今年度はご存知のような状況で、それができません。ですので、ちょっとでもですね、当学科の雰囲気を味わっていただきたいと思いまして、この動画を用意しました。それでこの後お見せする講義の様子ですけども、実際に7月の3日に、専門科目として行った講義の一部です。講義名は生活者とメディアというものです。当学の場合3年になるとですね、3つの集中領域から自分の専門を少し絞ることができます。3つというのは、 ICT イノベーション集中領域、グローバルビジネス集中領域、それからビジネスデザイン集中領域です。私は ICT イノベーション集中領域を担当しておりますので、これからお見せする生活者とメディアという講義もICT イノベーション集中領域を選択した学生が中心に、履修をしているものです。ちょうど、今年の3年生からこの集中領域の仕組みが適用されますので、この生活者とメディアという講義も今年度が初めてです。どういう講義かと言いますと、講義の名前からはなかなか中身想像することは難しいと思うんですけれども、要は、メディアに関係する、ちょっとでも関係する、いろいろな公開データですねを、扱っています。何種類か、データを集めまして、それを学生に提供して、実際にそのデータを分析してみるという作業をしてもらう講義です。どのようなデータを扱っているかと申し上げますと、一つは日本の広告費、まあ、メディアの主な収入源である日本の広告費のデータが、実は電通という広告会社が毎年発表してますので、そのデータ、それからメディア接触状況が分かる統計調査がありまして、一つは国民生活時間調査、もう一つが総務省がやってるですね、情報メディアの利用時間、その他に関する調査があります。それで、今回お見せする講義は実は11回目だの分なんですけども、今申し上げた3つのデータに関しては10回目までに終わっています。それで11回目以降はどういうデータを扱うかというと、実は家計調査であるとか、労働力調査であるとか、百貨店売上高とか、いくつか代表的な統計データを扱います。メディアと関係ないじゃないかと思われるかもしれません。実は、この講義開始当初は、家計調査のうちのメディアに関係するようなデータを扱うつもりだったわけですけども、コロナの影響がいろんなところに出ておりまして、百貨店の売上高しっかり、家計調査で多く買われるようになったものしかり、足元で起きている状況を、
統計データからを見て明らかにしてもらおうと少し考え方を変えまして、まあ言い方を変えると非常に分かりやすく、データを読み解いて勉強する、まあ、ある種、得難い機会になっておりますので、足元の、最新のデータを見て、コロナの影響がどこに現れているのかっていうのを、勉強してほしいと思いまして、11回目以降、3回ほどかけて、先ほど申し上げたいろいろなデータを扱ってみようと思います。で、これからその講義の冒頭部分を聞いてもらいます。皆さん、こんにちは。生活者とメディア11回目の講義を始めたいと思います。今日はですね、家計調査その他のその1回目ですね。それで、事前にご説明したように、今週、来週と、まあ、ギリギリ再来週にかけて、ここに挙げているいろんな統計データを扱います。いずれもですね、新型コロナウイルスの感染症の拡大で、その影響が現れた統計データばかりです。で、いずれもよく皆さん目にしているはず、あるいはいろんな産業の人たちが参考にしている、まあ、代表的かつ大事なデータなわけですね。こういうデータがどこに、掲載されていて、どのデータを見ればどういうことがわかるということを把握して、そのデータを実際に、ダウンロードその他して自分で加工して分析してみるというような経験は非常に大事だと思います。この講義で扱ってきたこれまでのデータは、まず日本の広告費、その後国民生活時間調査、あと情報メディアの利用時間、その他に関する詳しい調査を扱ってきましたが、いずれについても同じことが言います。つまり、いずれも、インターネット上のサイトその他に公開されているデータばかりですので、それを自分でダウンロードあるいは加工して分析してみると、リアルのデータを分析してみるという経験は大事だと思います。それでこの講義の最後の3回でここにあるですね、数多いですけれども、大事な統計データを扱ってみたいと思います。それで本日はですね、家計調査だけを扱っていきたいと思います。まあ、家計調査と言われても、まあ、実際にその生のデータを見たことがある方はほとんどいないと思います。ただ、この3枚目のスライドにもちょっと書いてありますけれども、実は、の家計調査のデータをもとに、いろんな形でニュースになっていたりとか、クイズ番組であるとかのネタにもなっていたりとかします。それはですね、なぜかというと非常に詳細な調査をしておるものでして、家計というぐらいですから、後でまあ詳しくは説明しますけれども、非常に詳細な調査をずっと続けている、なおかつ毎月のデータが速報で提供されるという意味で、実は他の国にもない日本独自のかなり優れた調査なわけですね。で、もちろん対象は個人の消費の状況、あるいは収入と支出、あと細かい
消費項目になってるわけですけども、そういうデータがあるってことは、個人相手のいろんな産業が参考になげる、なれる、参考にすることができるデータなわけですね。それで、まあ、最初の導入部分としてどんなデータがあるのだけさっとお見せしますね。この一番上のリンクを叩くと、こういうページが出てきます。総務省統計局の、家計調査の、まあ、トップページですね。実は、この家計調査のデータはいろんな種類のものが山ほどありますので、どれを見たら何がわかるのかというのは、把握しておかないと非常に手間がかかってしまいます。そのあたりを今日の講義ではご説明しようと思います。で、次のページ、ランキングですね。このあたりから、テレビ番組のネタになってるなっていうのが分かってくると思います。こちら。これ直近のデータですけども、パンの支出が多い都市はどこですかというクイズがあった場合に、まあ、神戸市が答えなわけですね。このデータで言うと。まあ、アジの支出が多いとか、ブリの支出が多いとか、まあ確かに富山はそうかなと思ったりとかしますし、カツオはさすがに高知市だなとか、まあ非常に、まあわかりやすいと言いますか、親しみが持てる、データなわけですね。山ほどあります。納豆の支出が一番多いのは福島市らしいですけれども。はい。で、こういうような、つまりこれを見ただけでも、とっても細かい項目について調べているっていうのがわかると思います。少しずつ見ていきますね。このミニトピックス。実はまあ、総務省の統計局も、このデータそのものに親しみを持って、もらいたいっていうこともあって、いろんなトピックスをこう公表してます。それで、この直近5月に公表されたトピックスの中身が非常に参考になります。これです。ここを見ていただくと、家計調査は国民生活の実態を家計収支の面から明らかにする統計調査です。特にここからがポイント。新型コロナウイルス感染症が拡大している状況において、現在の社会経済情勢を正確に把握することがこれまで以上に重要となっており、家計調査は感染症が消費に与える影響を知る上でもなくてはならない情報源となっています。ここでは感染症拡大が消費動向に影響を及ぼし始めた2020年2月分の結果を紹介しますと書いてありまして、コロナの影響がどういう家計面で、特に消費支出の面でどういうところに影響ができてたのかっていうのを軽くここで解説しています。皆さんにお願いする演習課題と関係する部分ですので、このあたりは参考にすればいいと思います。で、ここに一つ項目があります。ティッシュペーパー、トイレットペーパーの支出は月末に増加とあります。つまり2月分ですので、今年の2月の末あたりから、トイレットペーパー、ティッシュペーパーにを買う人が増えたということですね。なぜ増えたかは皆さん、ニュースをご存知、ニュースを聞いていた方はご存知だと思います。この他にもパスタやカップ麺などで同じ時期に大きな支出がありました。大体背景、理由はお分かりになりますよね。まあ、毎月、速報的にデータを、こう、公開しているので、こういう直近の動きもわかるという非常にまあ貴重なデータです。もちろん長期のトレンドもわかります。それでは、家計調査のデータそのものをいろいろ見ていく前に、家計調査のこのデータの見方をやりたいと思います。実はここでお見せした皆さんにもお渡ししている家計調査の見方というこの PDF ファイルですね。ページ数にして、180
ページぐらいあるものなんですけども、非常にわかりやすく書いてあってですね、かつここにも書きましたけども、この資料を詳細に読むことで、各種政府統計の見方とか読み解き方、データ収集の仕組みなどは一度に理解できます。大体やり方は一緒なわけです。で、なおかつ、この赤で書いた第2段落目ですけども、季節性のあるデータの見方、季節調整値、あるいは物価変動の影響を取り除いた実質というような考え方は、政府が出している泡届く面もそうですけども、あらゆる統計データで把握しておかないと、データの読み解きができないものですので、この家計調査の見方を勉強することで、他の統計データの見方が変わると思いますので、ぜひ、しっかり勉強していただきたいと思います。はい、オンデマンド体験講義はいかがでしたでしょうか。お見せした冒頭部分の後ですね、実は残りは1時間ぐらい、家計調査のデータの見方であるとか、主なデータはどこに行けば手に入って、それをダウンロードしてどういうふうに見たらいいかっていうのを、解説しております。今回は時間の関係でそれをすべてお見せすることはできませんでしたけれども、多少、どのような、講義なのか、少しは、感覚はつかめていただけたのかな、と思います。この体験講義のですね、オンデマンド版はですね、私だけでなく、今後、たくさんの先生、たくさんの教員がですね、提供することになっておりますので、ぜひ、ぜひ、興味ある講義を見つけて、ご覧になっていただきたいと思います。ぜひ、統学科に興味を持って志望してください。よろしくお願いします。